はい、皆さんこんにちは、月です。楽しみです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、今日はですね、最近ちょっと女王蜂が、スズメバチの女王蜂が飛び出し始めました。なのでそのトラップをね、今年はちょっと作ってみようかなと思って調べてたんですけど、近所にですね、プロの漁師さんがいらっしゃいまして、その方に、いろんなね、蜂のこともそうだし、そういう獣のこととかもそうだし、いろいろご存知なのでちょっと聞きに行こうかなと思っております。で、後半ではそのペットボトルのトラップの作り方とかっていうのをご紹介できればと思うんですが、その前にですね、手土産としてタケノコをちょっと掘っていこうかなと思っております。ちょっと船山からの蜂を倒すね動画、そう、蜂の巣を駆除するっていう動画を楽しんさんの方で上げたと思うんですけど、それを教えてくれた方です。はい、なんでその方にちょっとね、後で聞きに行きますので。ここら辺の農作物が食われないのはだからおじちゃんのおかげですね。そうよね、もう本当、なんかこの道路挟んで向こう側にはいるんだよね。そうこっちには来ないんですよ。だからそれをね、ちゃんとこう守ってくれてるっていうかね、仕掛けてね、そう取ってくれてるので、今までさ何も気づかなかったけどさ、そういう人たちがいるから本当そうだよね、農業がさできるわけじゃん。おじちゃんいなくなったらどうなるんだろう ね荒らされ放題だよね。だって私たち世代でやってる人多分いない。もうおらんよね、本当。だっておじちゃんもほら、おじちゃん世代でも少なくなってきたっていうふうに言ってたから、だからそういう方たちのさ、やってることってさ見えないけどすげえ大事だよね。がいないと本当成り立たないことも別のこととしてあるんだなっていうのは、それまで気づかん、今まで気づかなかったからね。そういうことはね、いないんだと思いますって思ってたけど、そのおじちゃんとねちょっと前に話すようになって、そうだったんだって、実はいるけどこっちには来てないんだよっていう話だけだったっていうね、びっくりしました。多分周りから見たらさ、なんかこう楽しんでるなとかよ、そういうイメージが強いと思うよ。好きで撮ってるとかね、そう趣味みたいなんでやってるって言って思ってる人がいると思うんだけど、それをでもだから害獣駆除として考えっていう視点から見た時に、それをすごく助かりますって思うお仕事の方たちもいるんだとか、あとはまあここに住んでてもやっぱりそういういきなりそういう生き物が出てこられたら、子供たちを外で安全に遊ばせられるかって言ったらそうじゃなかったりもするし、だからそういうのを守ってくれてるっていうふうに思うと本当ありがたいよね。だからね、なんかそう知らずにそうやってなんかこう遊んでるっていうね、イメージがそうだね、ただ好きでやってるだけでしょみたいなね。でも実際違うわけだ、違う意味があってやってるんだよね。そういうところもちゃんとこう知らないといけないよね、本当に。ある一点の視点だけで見たら、その例えば動物を保護しましょうっていう視点から見たら、なんで撃ち殺さないといけない必要ある、あとはなんかその檻で取る必要あるとかって思う人たちもいるかもしれないけど、それで困ってる人たちとか、それで助かってる人たちもいるっていう視点から、害獣被害っていう視点から見るともうなくてはならない存在だって自分たちはできないわけじゃん。だからそこはね、やっぱり理解していくっていうのは本当大事だよね。自分の視点をいろんなとこから見ていくっていうのを持っていくっていうのは大事だと思いました、そのおじちゃんと出会ってからね。そう、なんかいろいろ話しとってね。そうだからすごい勉強になるので、だから今回のそのトラップを作り方をご紹介しますけど、それが絶対っていうわけじゃないので、おすすめしますとかじゃないですよ。だから私たちはその方のおっしゃってることを信頼してね、やってるし、それ以外にもうやってる方もいないから、だからそこは自分たちの知識としてただ知っておきたい、こういうのをやりましたっていうところを動画でご紹介しようと思いますので、そこはあらかじめご了承ください。何の責任も取れませんので、私たちはこのやり方っていう、っていうだけですので、なんでこれはまた後半紹介したいと思いますので、まずはちょっと、買っていきましょうか、タケノコをちょっと探してみましょうかね。ということでやっていきましょう。ということで、この後ですね、その漁師さんのところに伺って、ちょっと作り方、
伺ってですね、で、あのセットをするとこまでアップできればと思いますので、はい、よかったら最後までお付き合いよろしくお願いします。ちゅうことで一回、はい、ありがとうございました。はい、ちゅ、はい、うことでですね、近所の漁師さんからですね、あのレシピを聞いてきましたので、あの蜂取りのトラップを作っていきたいと思います。もうあらかじめ言っておきますが、これを真似してくださいっていうわけじゃないですからね。うちは子供たちが外で遊ぶときにですね、やっぱ山が近いので蜂に刺される危険があるので、そのちょっとね、女王蜂が蜂巣を作る前にその女王蜂を捕獲するために、ちょっと自分たちの考えで設置をするというだけですので、これを作れば絶対蜂に刺されませんよとか 100% 取れますよって意味じゃ絶対ありませんので、そこだけはあらかじめご了承ください。はい、もうね、子どもたちを守るための自分たちの考えでやるだけですので、まあ、もし同じようなことを作ってみたいなっていう方がいらっしゃったらですね、まあ、自己責任のもと、まあ、参考程度に見ていただけると嬉しいです。で、今日はちょっと牧者にも作るのをね、手伝ってもらおうかと思っております。漁師さんにですね聞いてきたら、まずこのスペシャルブレンドをですね、あのプレゼントしてくださいました。これはですね、あのね、蜂蜜、あと蜂蜜、うん、あとはね、もうなんか特別なのがいっぱい入ってた。だからこれはね、真似できないやつです。なんかね、栗の煮汁、栗をさ煮るじゃん、あの時の煮汁をなんか取っておいて、で入れてると。でプラスなんか発酵剤って言われる中をこうね、まあ言ったら腐らせるじゃないけど、して匂いをこう強くしてくれるためのあの液があるらしいのよ。それを入ってるみたいです。あとなんかね、いろいろ入ってたこれは真似できません。なんで、まあ、とりあえずこれは1個、これだ、これで1個作りたいと思います。でそれ以外にもですね、ネットで調べたらいろんな作り方、いろんな種類がありました。なんでそれを何種類かですね、あ、なんで5本ペットボトルを準備したので5種類作っていきます。4種類だね、1本はこれを使って4種類他のを作っていきます。はい、でそのおじちゃんに聞いたらですね、蜂は好みがあるそうですだからこの匂いが好きな蜂もいれば、別のやつが好き、僕はこっちが好きっていうのもいるらしいから、いろんなのぶら下げて置いておいたら どれか取れるはずっていうことだったので、いやちょっとね、いろいろ試してみたいと思います。まあ参考程度によかったら見ていってください。じゃあまずペットボトルを切っていきます。これを作っていきましょうかね。はい、じゃあペットボトルにですね、穴を開けていきます。その鉢が入る穴ですね。1個でおじちゃんが作ってくれたんですが、インターネットでは H 型に切って上と下と開けるといいっていう風に書いてあったんですが、もうそのおじちゃんはですね、こんぐらい親指サイズぐらいの穴を開けて、あんま大きすぎると逃げるからねって、で下だけ折ればいいよって、でこれもあんま曲げすぎるといけないし、上がりすぎちゃってもいかんって、ちょうど平行になるような位置で折り曲げるとここに乗ってポトンって落ちるそうです。スルンって。だからまあこれで作っていってみましょう。もう入るっちゃろか、こんなあんなでっけえ鉢が、もう大きくてもいいかもしれない。で、こうやな、こんな感じかな。でね、あと一個ね、 H 型じゃなくて、なんかすごい形のやつをネットで見つけたので、これなら絶対に出ていかないぞっていうやつ、こんな形できて、なんか返しがついてるような形、これも一個やってみよう。こんなやつ入っていくかな。そうそう、あ、でもね、こっちの方が取れましたっていう人も多かった。あ、返しがついてるみたいな、あ、逃げれないやつかな。これを1個やってみよう。これに俺ちゃん入れよう。じゃあ僕手袋外そうか。全部入れんの。はい、5、6センチ、6、7センチって書いてあった。母ちゃん僕大好きこの匂い。そんだけ入れればやな、十分やろ。要するにだって溺れればいいわけやっちゃう、うんうん、もっと少なくていいと思うけど。あとおじちゃんが教えてくれたのが、一番ポピュラーなのが
オレンジジュースとお酢、うん、って言ったよね。ただこのオレンジジュースなんか 100% ってあの原液じゃないっちゃうけど甘いやつが言っちゃうね。あの理想はあの瓶に入ってるような、そう絞りたてみたいな生果汁のやつがいい。はい、中古でこんだけ作りました。こちらがおじいちゃんのスペシャルブレンドのやつですね。でこっちがオレンジジュースプラス酢です。で焼酎プラスオレンジジュース。焼酎はできるだけ香りの強いものを使うといいらしいです。でこれがカルピスと水ですね。できたらなんかブドウの皮、なんかブドウを入れると蜂はすごいなんか匂いが好きで寄ってきたり、あと発酵が進むらしいです。でこういうのにねプラスして入れるとできればいいらしいです。で最後に酒と酢と砂糖3:1:1の割合ですね、作ってみました。で取り付けはできれば早朝か日没後、蜂の活動が落ち着いてからの方がいいらしいです。できればですね家の近くじゃない方がやっぱりいいみたいですね。あと子供が触ったりできるような高さでないところ、2メートルぐらいの高さがいいらしいです。あんまり高すぎても蜂が飛ぶエリアじゃなければ入ることがないので、大体2メートルぐらいの、あと日陰がいいみたいですね。あのおじちゃんはですねもう日が当たってもいいよって言ってたんですけど、その方がこう発酵が進むっていうふうに言ってたんですけど、あの蒸発してしまいがち、日陰じゃないと、あとは日中のこの温度の高さで発酵が進むみたいなので、まあ、ちょっと日陰に置こうかなと思ってます。だから時期をちょっと早めにしてた方がその発酵がしっかり進んで香りがちゃんと出るらしいです。なんで、まあ、私は今4月の頭ですので、まあ、今ぐらいにちょっと設置をしていこうかなと思います。で、大事なのがつけたまんまにしないこと。6月以降になると必ず撤去をしてくださいということでした。6月以降になるともう働き蜂、まあ、例えばここ今回まあ取れなかったとして、蜂が女王蜂が巣を作って、でそれから働き蜂が動き出すっていう時期になると今度は逆におびき寄せてしまって危険になるみたいです。あとはね取らなくてもいいあの生き物を殺してしまうということにもなりますので、必ずもう使い終わったら6月以降になったら撤去をするということで見ていきたいと思います。っていうことなので、まあ、注意事項もいろいろあります。もう皆さんもし実施される際は必ずあの事前に調べてからやってくださいね。あの絶対じゃありませんので、中古で紐で取り付けに行ってまいります。よし、じゃあ持っていきましょう。長いちょっか気をつけてね。違ってきた、びっくりした。黄色スズメバチが寄ってきた。やっぱ怖いな、なんか黄色スズメバチってそうで、影がいいらしいからね。がいいって言ってたから、これをここにかけようか。ちょうど出っ張りがあるから、ちょっと低いけどね。はい。そう。今はここにかけようか。ああ、最初の下の下みたいなところにかけていこうか。溺れるから気をつけてね。で頼んだよ。これは何？これはオレンジと酢。オレンジジュースと酢です。をこの相手の鎧がありますしね。ここもブンブン言いよったがね。お味玉すぐ作りそうなところだね。中は入れんからよ。それそこのそこで。前ちょっと前にいいねいいね、ここの後ろとかにスズメバチの巣があったから、すぐ日向になるね。配置してくれたけど、しょうがねえか。この牛舎の裏に、で次はカルピスですね。カルピスでしょ。カルピス、カルピス、すごいだったね。ショックは、ここも下場だね。ここもはい、はい、オッケー。ここがカルピスですね。はい、この
プラムね。プラムに一個どれか仕掛けとくわ。ここに寄ってきちゃうじゃん。子供がいないところがいいんだって。遊ぶ場所じゃないところがいい。ほら仮のおじちゃんが言ってたじゃん、蜂は湿布の匂いと子供の高い声に反応して襲ってくるって。敵だっつってね。そうそう。なんで子供にだけは襲ってくるんだろう。子供の高い声がなんか高い声がね、なんか聞き取りやすいんじゃない、うん、であそこを目がけて襲ってくるから気をつけろってね。だから近くにほら子供たちが遊ぶ場所の近くに仕掛けてたらさ、高い声で匂いにつられて高い声で攻撃されたら嫌じゃん。はい、ここは木があるからね。やってきました、うん、ここは僕でしょ。え、黒、うん、黒、ね、何穴が黒。父ちゃん、父ちゃん、穴が黒。もうでも歩いた感じゃないけどね、動物がね。どうなってるのかな、ね、それこそ蜂とかそういうとこに巣作るじゃないと、ね、オレンジジュースいきます。じゃあオレンジジュースと、これ持っとって、僕ちゃん。あ、僕そこ上気をつけて。はい。あね、母ちゃん、あの蜂の巣はね、土の中に作ったりね、あ木のそこ根元に作ったりとかするんだよ、うん、じゃあね、これがオレンジジュースと酢と砂糖のやつ。うん、酢。あ、オレンジジュース。あ、焼酎、焼酎。あ、オレンジジュースと焼酎ね。うんうん。そう、穴ちょっとでかすぎん？それ。大丈夫？ちっちゃくなりそうじゃない？戻るかな。うん、そうじゃ。戻りそうやけどね、そのうち。よし、いいやな。はい。あとはどっか。中に入れてみようかね。風通しがいいわ。もう、もういる、蜂がいる。びっくりした。蜂がいる。ほんとや、でっけ。でっけえのがいる。そこに。見えるかな、ね、ここ。なんかいっぱい寄ってきてる。蜜がほらあるじゃん。出てる、出てる。もういるやん。大丈夫だよ、じーっとしてください。あー、飛んでた、飛んでた。上飛んでた。あっち飛んでた。ほら。やっぱそこに、そこやね。うん、どっかの辺や。うんうん。あそこ蜜がすごいね、ほら。ほんとやね。あれ、蜜？蜜やね。そう。食べてるもん。ほら、なんか漏れ出してる。ね。ほら。見てて、なんだろう。こんな感じ。ほら、なんかすごい。これいいの？いっぱい。これが蜜なんだよ。うん。最後が砂糖と酒酢砂糖。あ、酒酢砂糖やな、あの一番ネット情報でよく見かける。もう俺ね、飛んでるわ、びっくりした。こっちは上、ほら、こっちは上、ほら、やっぱ蜂と一緒じゃない、これ。あ、蜜が出てたね。うん、うん、蜜これ、すごいな、初めてだね。そんな出てるとこ見たことない。ハエがいっぱい集まってる。いっぱいなんか集まってるんだ。ハエだよ、これ全部。上もほら。いっぱい集まってますね、蜜が。これ全部ハチ、ハエだよ、ハエ。これ集まってるの。はい、ということで、今設置してきました廃墟の方に3個と、ご神木の方に2個。で、いろいろな味を置いてあるので、まあ、好みのやつがあれば、1個ぐらい入るんじゃないかな。だから全部に入ればさ、どれも効くってことだよ。そうだね、うんうん、だからその土地によってもなんか蜂の好みがほら、うんうんうん、あるらしいので、いろいろね試してみるのはいいかもしれないし、まあどうなるかわかんないですけど、うん、まあだから5月6月ぐらいまではあの様子見て設置をしておこうかなと思います。もうすでにね蜂も寄ってすげえでかったね
まあまあでかかった。絶対あれは女王蜂だね。オオスズメバチ、ああそうだね。オオスズメバチの女王蜂だと思う。かなり大きいやつだったので、ね、まあ、皆さんもこれからの時期気をつけてください。もううちもね、うちなりの対策をしながら、でまた今後の様子はですね、その都度あのお伝えしていければなと思いますので、はい、またそちらもご視聴いただけると嬉しいです。はい、中古でまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。